最初の質問をご紹介いたしましょう、はい、こちらです。皆さんの国のスーパーマーケットで売っている珍しいものはありますか？東京都40歳男性の方、あの前回の放送で大阪府のパンダさんからも同様の質問をいただいております。はい、はい、スーパーマーケットに珍しいものがあるという方、挙手をお願いいたします。あ、結構いますね。はい、じゃあザンビアの三好さん。はいはい、はいはい、ザンビアのですねスーパーでは日本では売られてないものがこっそりと売ってるんですね。私も前からずっと気になったんですけども、今回ですね初体験してきましたので、VTR をちょっと見てください。お、はい、どうぞ。アフリカの南部にあるザンビア。首都のルサカは人口120万を超す大都市です。アゴラーの三好さんがスーパーマーケットで見つけた驚きの食べ物とは。缶詰や油が所狭しと並ぶその一角に、ここにジャガイモがあってね、ここ日本ではありますね、ジャガイモ、そして、バナナね、でまたリンゴがあって、ここまではそんなに大したことない。これがですね、見てわかりますか皆さん、バナナの下で売られていたのは、そう、芋虫です。芋虫？これはガの幼虫のビンクバラ。内臓を取り出し天日干しにしたものです。値段は鶏肉の半分以下。安くて栄養価が高いためザンビアでは人気の食材なんです。The taste is good and the smell is good. We enjoy it.一体どうやって食べるのか、ビンクバラが大好きというお宅を訪ねました。まずは10分ほどお湯に浸して戻します。それを油でよく炒めて玉ねぎを加えさらに炒めます。味付けは塩だけ。ビンクバラの玉ねぎ炒めの出来上がり。香ばしい香りに誘われ家族が集まってきました。トウモロコシの粉を蒸して作った島と一緒に食べるとたまらなく美味しいんだそうです。三好さん、意を決してビンクバラに初挑戦。なんか小魚を食べてるような、でも一瞬ちょっと 木の香りがして、木くずを食べてどっちなんですか。美味しい、美味しい木くずって知ってるんですけど、はい、魚で美味しいです。 Because they are nice to eat, then you, they are nice to feed your family. And nutrition,It can wait. It will wait. すごい、食べたい。食べたい。こういうの大好き。え、これ年中あるんですか？三好さん。はい、そうですね。あの、実は旬は10月から始まる、雨季が一番旬なんですけども、今スーパーで売ってるものも去年取れたものを、売ってます、まあ。今回はちょっと黒い色だったんですけども、うん、他にもあの緑色とか。他の色もあります。あ、緑いいじゃない、パスタに混ぜたらすごい綺麗じゃない。まあそうです ね、まあ、でも 10月が旬だったらもうちょっとですね。そうですね、本当に今から行ったらちょうどいいじゃない。10月が旬とかもあるんですね、うん、旬があるんですね。去年のものってことはなんかこう乾燥させたり なんかこう仕込みがいるってことですか、売るまでに。そうですね、あのまず取ってから生で食べることではなくて一回こういぶしてですね、内臓を取り出して、うん、まあ、カラカラに煮た、いったものを、まあ、道端とかいろんなもので売ってて、でそれを多分そのこう大きなスーパーとかが大量に買い付けて、あの都市のスーパーで売るというような感じになってます。でも8年もいて初めてだったんですね。8年間もうあの拒んでたんですか？
ずっと気にはなってたんですけどもやっぱりこう食べる前にちょっとこううっていう、あとちょっと気をつけなきゃいけないのはアレルギーを持ってる方がいるので、あの大量に食べたりするとジンマシンが出たりということなので、あのちょっと遠慮してました。でも日本で芋虫アレルギーってなんか検査できそうにない気がする。そうですね、でもね、気になったのは途中で木屑の味がするっておっしゃってたのでその後魚って言い直してた。ちょっとそういうわらアレルギーとか、あのちょっと私危ないかもしれない、結構アレルギー持ってるんで、でも食べたい、経験したい。香りがやっぱり木っぽいってことなんですか。でもそれ実際美味しいんですか、その日本人のその舌から見て。はい、ですね、まあられみたいなものですかね、最初の入れた感じはあられとか、あと横にあの小魚がもう売ってるんですけど、小魚にちょっと似てて、ただ喉越しが最後にこうちょっと虫に戻るみたいなです、ね、ちょっとダメだ人はダメかもしれない。だからこう本言ってたんですねそうですね、そこでちょっと虫であることを思い出してしまいました、はい、これあの皆さん栄養価とかは体にいいとかなんかそういう。そうですね、あの実はあのこのザンビア政府が出しているレシピ本にもしっかり載っている、まあ、栄養価の高い、ものとして国民食としてあってですね、はい、やっぱり、まあ、鶏肉がなかなか買えない人たちが、はい、まあ、その代用品として、まあ、手軽に食べられる庶民の味みたいな感じなんでしょうか。なるほど、はい、でもやっぱり国連の注目しているらしくって、はい、この昆虫食っていうのにものすごい人口が増えてるじゃないですか、はい、で食糧危機も将来的になるっていうの、はい、今そういう状況の中で、あの餌代もすごく安くするし、なるほど、ね、で栄養もすごくたっぷりあるので注目されている。そうやって聞くと食べたくもなってきたかなっていう気もするけど、へえ、ありがとうございます。一発目からなかなかパンチがあるのが出てきましたけど、はい、では